いいつもありがとうございますパーソナルブレイクで KR さんからご依頼です。コンテンターズのオプティック。ね。はい。結構いい商品で。ただ、やっぱりなんか、生産数は多そうですね。うん。なんか、そんな感じです。ただ、ジョイジンもしっかり枚数書いてるようなんで。ただ、あの当たり枠の、ね、メンバーが増えるんですよね。バスケもそうなんですけど。コンテンターズとね、コンテンターズオプティックは幅が増えてしまうので。 はい。じゃあいきます。おお、トンブレディ。いきなり。こうベースも貴重でしょ ?1 枚。次パラだもんね。で、下が2枚か、だから、ベースが。で、青パラ。ジャイアンツ。あ、ダニエル・ジョーンズ。うん。素材はいいんですけどっていう。で、次はシールートですね。99の3番。ダニエル・ジョーンズ。 はいで、シールオートのとこです。ブルックス。はい。ジョーディン・ブルックスですね。はい。通常。で、ここがオンカード。誰でしょうか。よいしょ。誰だガンディー・ゴールデン。うん。えー、レッ、あ、レッドスキンじゃない。ワシントン・フットボール・クラブ。ってなってんのかな、やっぱり。ああ、やっぱそうだ。 ワシントンフットボールチームになってるんですね。うん。の、アオパラか。23の75ですね。<laughs> はい。まあ、投げ手がちょっとぐぬぬなんですけど、あの、ちゃんとね、キャッチ数はコンスタントに稼いでるんで、いいレシーバーだと思います。あとは、あ、レッツすぎる。フットボール、ワシントンフットボールチームのね、ちょっと再建を。 で、インサートは、えー、ハンターとシーレンですね。はい。エクス・ザ・アンド・オーズ。伝統のインサートですね。これはシリアルがないです。で、ベースは、あ奥田君ですね。ドラフト上位のコーナーバックです。ライオンズはね、コーナーバックをプロボールレベルまで育てる前に放出してしまう。そういうチームです。<laughs> なので、奥田君は大事に育ててね。はい。もらいたいですね。うん。 いい動きしてますよ。ブレディのベースいいですね。なかなか出ないですよ。パラレルは箱1ですからねパラレル足し全部を足してけにし下ぐらいのベースカードしかない。あとはね。 単純計算でそんな感じなのかなって気はしますけどね。ねダニエル・ジョーンズもまあ、うーん、バクリがね、怪我しちゃったんでね、ランニングバックは3年以内、怪我しないでっていうのが、店長の中では条件です <laughs>、はい。よいしょ。うん、ブルディはベースでもいいですね。 はい。ということで、サイン2枚ね、シールオートの方と、ね、ルキープレミアサイン会、シグネチャーね、RPS なのかな、一応はね。はい。ということでね、こちらで発送いたします。はい。で、忘れないうちに、ね、ポーカー。今、えー、店長に、ストレート以下で勝つと、黒マグホですね。フラッシュ以上だと、えー、ザイオンの25枚限定の カードになります左側店長のタブですね、リフレッシュします。はいはいでえー、右側お客様のタブでリフレッシュして3回アゲインを押します。3回目がお客様の目です。いきます。1、2、で3。お九9のワンペア。これはかなりいいですね。ワンペアでもかなり上位ですね。9って。 はい、じゃあ店長3回いきます。1、2、で3。あ、錠書けちゃった。あー、エースのアンペア。申し訳ないです。はい。まあ余興なんでね。はい。ということで、えー、ぜひまたチャレンジしていただいて、まあこの車が、ね、とてもいい品だとは思いますので、うん。まあ、うん、ぜひまた PB もチャレンジしてください。 はいありがとうございましたじゃあ、えー、明日着で手配いたします